はチームバカとは違い、素材は綿であり、一つ一つ職人さんの手染めで焼かれています。本来ハガキには名前が必須、しかし最近は個人情報保護などで焼かない人が多いのです。本来のハガキの伝統になっており、私たちタヌキのハガキは名前と家紋を大きく描きました。よさこいの本場高知県では5月のお節句に子供の健やかなる成長を願い、このハガキを鯉のぼりとともに天高く掲げる風習がございます。それでは続いてのチームです。真心だそうな